代表のテレビ東京ですよろしくお願いします速、はい、いスピードで来年度予算案が成立しました参議院の予算委員会では森友学園の問題に議論が集中しましたけれどもその点も踏まえて受け止めをお願いします予算の早期成立こそがですね、最大の景気対策であると申し上げてまいりました本日無事に来年度予算が成立をいたしました ご尽力をいただいた全ての皆様に感謝申し上げたいと思います今回の予算は未来を開く予算であります無事に成立をしたことからですね来月から雇用保険料率が下がり働く皆さんのですね手取りが増えます4年連続の賃上げとともに経済の好循環を力強く 回しデフレからの脱出速度を上げていきたいと思っていますえそしてまたあ変換不要の給付型奨学金制度が新たにスタートします児童養護施設の子どもたちなどま経済的に厳しい学生たちが意欲があれば大学や専修学校に進学できる道が開かれることに なりますそしてまたまさに子どもたちこそですね日本の未来でありますすべての子どもたちにチャンスあふれる国づくりがですね一億総活躍の未来を切り拓く礎でありますその考え方のもと子育ての支援もしっかりと行っていくことになります 今回の予算では保育士の皆さんの処遇改善も一層進めていきますが安倍内閣のです、ね、待機児童ゼロを目指す決意は揺るぎません6月までに次なる待機児童解消プランをです、ね、決定いたします後半国会におきましてもです、ね 全農改革やあるいは落農改革などですね農政改革関連の八本の法律を提出をいたします農業を魅力ある成長分野に変え農家の皆さんの所得を上げてまいりますそして若い皆さんが農業に未来や夢を託すことができる農政新時代 に向けて、えー、道を切り開いていきたいとこう思っています、えー。まあこうした重要法案のですね成立に向けまして、まあ緊張感を持って、えー、丁寧な説明に転がけていきたいと思います。えー、今後ともですね、えー、残念ながら国会においては今申し上げたようなですね。 議論があまりなされなかったのでございますが、今回の予算、来年度予算の持つ意味を、ですね込められた意味をですね国民の皆様にもしっかりと、そして丁寧に説明していきたいと考えています。ありがとうございました、はいありがとう